肺気種は、閉塞性肺疾患の一種で、肺包壁の破壊的変化を伴う疾患である。気道や、週末再帰還死から末梢にかけての元気菊域が異常に拡大する病態を示し、中年以降の男性に多く発症し、過度の喫煙との関係が深いとする説がある。日本の成人男性の喫煙率は低下しているが、肺気種は近年増加傾向にある。これは、喫煙することが、 男性の常識となっていた世代が発症しやすい年齢を迎えていることがその一因である。なお、進行は関慢ではあるが、放置するとさらに肺精神に移行する。稀に肺気種がさらに拡張し、ブラと呼ばれる状態になり、さらに重篤な呼吸器機能障害に陥ることもある。また、慢性気管支援との関係も疑われている。 上日の症状により嚥下障害が起こる場合や、食欲不振、神経性無食欲症なのかどうかまでは、不明による栄養失調により体重減少が起こる場合もある。体重減少が重症化すると起き上がれないほどまでに体力が落ちてしまうため、寝たきりの状態に近くなる。壊れた肺胞を修復することは難しく、対症療法と保存療法が主である。喫煙によって、 慢性閉塞性肺機種の発症が早まるメカニズムを解明理科学研究所。ありがとうございます。